岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは猫の生地、犬の生地の可愛い布雑貨です。マチ付きのペンケースと、そしてカードケースをご紹介していきます。ペンケースは形が同じなので、まずはこちらで詳しくご紹介します。ペンを重ねてみますが、大きめです。メガネも入りそうです。底部分マチがあります。本体はファスナーで開閉です。こちらは横並びの猫が可愛い生地、内側です。大きくガパッと開きます。他もご紹介します。黒地に猫の線画の生地、内側です。猫がメガネをかけた生地です。内側です。こちらの一点は犬の生地で、フレンチブルドッグ、蝶ネクタイが可愛いです。内側です。カードケース、形が同じなので、こちらで詳しくご紹介します。セットした時にこんな感じでゴムで固定するので、パカパカ開きません。中にはクリアケースがセットされていて、カードが20枚収納できます。生地をアップで撮影します。こちらも猫の生地です。お魚の骨もあります。お店の入荷情報ページは、動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは、布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。 You can now order from an overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop.https://min.com/@norabiko